ベイ、アルバラフィーク・ハリリ国際空港の一別地図ベイルート、ラフィーク・ハリーリー国際空港は、レバノンの首都ベイルートにある国際空港である。以前は単に、ベイルート国際空港と呼ばれていたが、2005年に暗殺された元首相のラフィーク・ハリーリーにちなんで、解消された。ミドルイースト航空の旅客機、ベイルート市街中心部から南へ9キロメートルのところにある。 ミドルイースト航空の本拠地である。2006年7月13日、イスラエル空軍によって3本の滑走路が爆撃され、空港は一時閉鎖された。シーア派、イスラーム主義組織ヒズボラによるイスラエル軍兵士ら致の報復攻撃であった。その後、滑走路1本が修復され、8月17日より、ミドルイースト航空のヨルダン、アンマン行き定期便が復活した。 その他の路線も後に運行を再開し、現在では攻撃を受ける前の状態に復旧している。旅客便貨物便レバノン空軍の基地が空港内に設置されている。ありがとうございます。